2014年流行語大賞のトップ10の一つにありのままでという言葉が入っていました。アニメ映画の主題歌のタイトルで、今でも多くの人が口ずさんだりカラオケなどで歌われているようです。その流行の背景を少し考えてみますと、そこには多くの人々がまた日頃の競争の中での成果主義にがんじがらめにされて、自分らしい生き方や働き方、そういったものに疑問を感じている人たちが、そうしたありのままにという歌に共感されたのではないかというふうに思います。2500年も前からありのままに生きることの大切さを説いてきたのが仏教です。仏説阿弥陀経という経典の中には、悟りの世界や命の真実をさまざまな比喩を通して説いています。その一節の中にこうした言葉があります。地中蓮華大尿沙林小式小光大式陽光尺式尺光白式白光微妙光結と、浄土というこの世界には池があり、そこに大きな蓮の花が咲いている。その蓮の花は青い色からは青い光が、黄色い色からは黄色い光が、また赤い色からは赤い光が、白い色からは白い光が放たれていて、それぞれにかぐわしい香りを放っているというのです。これはもちろん人の命に例えることができるのではないかと思います。その色は他の色を羨んで、その色になりたい、そうした光を出したいと言っているのではなくって、与えられた自分の命の色をそのまま輝かせている、そうした命のありようというものを蓮の花に例えているのです。これは決して一人一人がわがままを貫き通すことを奨励したものではありません。自分に届けられたあるがままの命の働きをごまかすことなく受け入れ、そして生きていくということを説いたものであります。またそこには、自分以外の他者の命、あるいはその生き方というものも尊重して生きていくということの大切さが説いてあります。誰彼と比べることなく、いただいたこの姿形、そして体質、また性格、そうしたものをいただいたままに、そのままに受け入れ、否定することなく自分を生きていく、そしてまた自分以外の他者に向かっては、すべての生きとし生けるものの命というものをあるがままに、いただかれたそのご縁のままに尊重して生きていく、そうしたことがこのお経の比喩の中に見出すことをできるのではないかなというふうに思います。江戸時代から昭和にかけて生きた妙光人といわれる浄土真宗の特進の信者さんの一人に、朝原佐一さんという方がおられます。島根県の湯の津町というところで生涯を送られた方です。佐一さんはお寺で弔問を重ねていき、そしてその味わった身教えというものを詩に残しておられます。多くの詩を残しておられまして、多くの人のまた共感を生んでおります。ある時にこの朝原佐一さんが肖像画を描いてもらうことになりました。地元でも有名な画工さんだったそうでして、その方が佐一さんの肖像画を描いて持ってこられたそうです。そうすると佐一さんは、描き直してくれというふうに言ったそうです。有名な画家さんでしたので、ちょっとムッとされたそうなんですけども、どういうふうに描き直したらいいでしょうかというふうに佐一さんに言うと、佐一さんは、私は鬼のような角を持っているので、頭のところに2つ角を描いて、それを持ってきてください、描いてきてくださいというふうに言われたそうです。もちろん実際に佐一さんの頭の上に角があるわけではありません。佐一さんは弔問をしていく中で、阿弥陀様の教えに触れ、阿弥陀様の心に触れていく中で、自分の心の深いところにある鬼のような本性というようなものに気づいていかれた方です。ですから、あるがままの私というもの、この姿というのはどこまでも鬼のような私であるということ、それを忘れずに生きていくために、そうした肖像画を描いてくれというふうに言われたそうです。周りの人は、佐一さんは
いつもお寺に通われて立派な人だ人だと言うけれども、そうではない、自分は心の中にそういう鬼のような角を持っている、そういう自分であるということを周りの人にそういった姿形を通して示そうとされたようなんですね。そうした佐伯さんというものの生き方の中に、あるいは本当に私たちがある意味豊かに生きていくということの、そのヒントのようなものがあるように思います。普段は心静かに生きているように見えても、縁に触れると心の中に鬼が出てくる、貪欲や真理といったさまざまな欲望が姿形を出してくる、自分の弱さ愚かさ、そういったものに出会うことこそが本当の自分に出会うことである。佐伯さんはそのように受け止めていかれました。佐伯さんのそのような言葉や生き方に出会うと、かえってそのようなところにそういう目覚め気づきをいただいていくということこそが、豊かに人生を生きていくということにつながるような気がします。本当に自分らしく生きていくということは、自分の弱さをごまかすことなく受け入れ、自分というものをしっかり自分が受容していく、そういう生き方をしていく中で本当に人を愛することができ、また人から愛されるということができるということにある、そういったことこそが本当に幸せな生き方ではあるんだろうなと、佐伯さんのそういう生き方、言葉というものに学ぶことができるのではないかなというふうに思います。今日はこのありのままにということを仏教的な視点を通して味わってみました。